ブルチコは、ボスニア・ヘルツェゴビナ北部の都市であり、ブルチコ行政区の中心地、クロアチアとの国境となっているサバ川に面している。ブルチコは、ブルチコ行政区の中心的な町である。ブルチコ行政区は、デートン和平合意に従って、スルプスカ共和国と、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の領域にまたがって、設置された独立の行政区である。これについて、和平合意では、 良好生体の間で領域に関して主張が異なる部分を仲裁するのみであったはずにもかかわらず、現実にはこのような行政区が作られたことは和平行為に反するという見方もされている。ブルチコ行政区の行政はアメリカ合衆国出身のラッフィ・グレゴリアンを主犯とする国際監視団によって支援されている。ブルチコは1996年ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争時には スルプスカ共和国の二つの領域を結ぶ回廊として戦略的に極めて重要な場所となった。紛争が終結したデートン合意後、アメリカ合衆国主導の多国籍部隊によってブルチコ郊外にマクガバン基地が建設された。マクガバン基地は和平履行活動のために建設された。セルビア人とボシュニャク人の双方がこの地域の領有を 主張したことが対立の大きな原因となった。ブルチコ行政区は北部のブルチコ市域を中心とするセルビア人地域と南部のゴルニーラヒッチ地区を中心とするボシュニ人地域に分断されており、依然として対立は深刻である。境界線の向こうに残してきたかつての住居を昼間のうちに修復し、夜一旦帰宅したところ、次の日には修復したはずの、 かつての住居が再び破壊されていたというような例もあったという。1991年の時点で最も人口が多かったのはボシュニャク人であった。その後公式な統計調査は行われていない。スルプスカ共和国プルバリーガに属するサッカークラブ JK ユディンストボブルチコがある。ブルチコはボスニアで最大の港町であり、サバ川に港を持っている。 また、演劇のフェスティバルも開催されている。市街地近くには、鉄道駅があり、トゥズラ方面と、毎日2往復の列車で結ばれている。国境を越え、クロアチアのビンコブチへは1本のみ運行される。交通手段としては鉄道を利用するより、バスや自動車が一般的である。ブルチュコの表記も多い。ありがとうございます。